で、この遊具の奥で焼身所あったらしいんで、こっちか。もういいってこういうの。俺キツネ様に呼ばれた。4000。おい、なんだそれ。なんなんだお前は。うわ、やばい、やばい。なんだおい、今見た数字17000。いや、俺絶対そっちはないと思うよ、ロイ。カモボイ。はい、どうも、グレゾンです。もう3カ所目ですよ。はい、ラーメン食べた後でね、濃厚煮干しラーメン全然足りなくてね、ただちょっと眠いんだけど、3カ所目ですから。まあ今日の撮影がね、はい、もう3カ所目だよ、こっちは。今回行く場所が松ヶ丘公園、行ってきてという場所になります。行ってきて。はい、まあそんな感じで、じゃあ、ね、いや、ていうかマジで歩く感じでしょこれ、完全に。あ、この駐車場から結構歩くと思いますね、これ。一言のように自分も歩くくせに。俺ももう疲れてるから今日は。いや、もう本当だよ。いや、3カ所巡り、ラスト行きましょう。行きまーす。もう少しですね。いや、もう少しじゃねえから。ちょ、お前さ、映して。これずーっと、ね、ずーっと下から来てんのよ、こっちは。半端じゃない距離。いや、めっちゃきついわ、ゲロ吐きそうだわ。いや、まあやっとね、ほら、頂上でしょ。そう。怖さなし。うん、結構綺麗な公園。遊びたい心もなし。この橋とジャングルジムみたいな長い遊具がある方に行きたいんで、こっちか。この辺のね、遊具は違うと思うんですよね。子供あそこ登るのきつくね。まあ、下手すりゃ俺のリサーチ不足ですぐ近くに駐車場がある可能性はあるんだけどね。ふざけんなよマジで、それが一番ムカつくから。あ、これか。いや、全然違いますね。これ下、ワニがいると思って。あ、この下にね。いや、もう速攻終わったじゃん。って言って、じゃあもう体重がダメ、全然支えらんねえ。あの、もう持てもしねえ自分を。で、どっち。橋がどこだ。てかあれ何？何？なんか遺伝子的な。公園に似つかわしくない。これは情報には載ってなかったんだけどね。新しくできたとかないの？どうだろう。何これ？中心蔵？魂。あ、でも多分大丈夫なやつじゃない。これでもアトラクションじゃない。いや、ないでしょうね。どうやって遊ぶのっていう。わかんないけど。橋探して橋。橋。これかな。この道下ると着くとか。お前もしだよ。うん。めっちゃ下ったらどうする、さっきの道路まで。俺マジもしかしたらすげえ怒るからね。それか奥にベンチ見えるじゃん。うん。あっちの方かな。道があるはずなんだよね。あ、あっちだね。どっち。いや、あっちだ。どっち左か右かで言って。じゃあ左行こうか。下がるもんね、こっちね、確かに。ていうか、車で来れた、臭くね。おい、言うな、そこまで。これだな。言葉のチョイスが最悪だわ。完全に行けたわ。いや、行けねえ、絶対無理。多分道路っぽいよ、これ。道でしょ。ほら、ガードレール見えるもんだって。行けたわ。やってんのよ、マジ。行けたわ。ただの食後の運動にしてはハードすぎだ。そして言っていい、はい、橋ねえよ、多分。あ、本当だ。いや、こっちだ、ここだわ。え、どこだろう、マジで。来て、来て。どこ。カモン、カモンボーイ。いや、俺絶対そっちはないと思うよ、ロイ。カモンボーイ。ない、ない。だって道路だよ、ロイ。お前のもっと奥だよ、奥。言っていい、はい、お前の直感マジで外れるから。俺の直感ついてきた。絶対こっち。橋行きたいんでしょ。橋渡んないといけないから。絶対こっちだ。え、
あれなんか道あるじゃん。何これ、おい、なんだこの道、え、なにこれ、これじゃね、え、なにここ、うん、待って、なんかドンってたんだけど、嘘だ、この中から、え、聞こえなかったの今、え、俺聞こえてねえ、どんな感じ、石が当たるみたいな、嘘、めっちゃ神社じゃん、バカ、俺なんか神社に引き寄せられてる、俺行こうか、いや、行くしかねえぞ、こっちはいけねえな、もうすげえ、うわぁ、こっち来てよ、何ここ、うわ、こっち来て、道ある、え、待って、墓じゃねえか、おい、おい、墓、墓、全部墓、ここほら、ちょっと見えないけど、カメラ越しではあんまり、なんでだって、これそういうの見つけっちくねがった、今日こっちやめて、まあ、とりあえず神社だ、神社、とりあえずの意味も分かってねえけど、これなんて読むの、読めない、ちょっと稲荷神社って書いてあるけど大丈夫、なんとか稲荷神社って書いてあるね、俺狐様に呼ばれたぽいね、マジ全カットにしていい、ここいや無理だよねじゃあ本当に、いや、ここは取りなくていい、あれやってみる、スプレフィールド、うん、それこそそれを持って歩くんじゃねえの、こういうところこそ、どうする、ここでビヤーなんてな、え、待って、さっきと違うんだけど、おい、もうすでに150ぐらい行ってんだけど、ちょっと近づいてみるかな、うん、行ってみ、失礼します、ビーンになったらどうすんの、そんなとこで、なんぼ200円、嘘、ほら200円でしたか、うわ、なんで、でも1000超えることはめったにないって言うから、1000近くなってやばいんだから、じゃあ俺ちょっとあの鳥くぐんのやめときます、すいませんけど、ゼロ距離じゃんお前、それなんぼ160とかする、なんかやっぱあの辺が一番あれだったね、200超えてたから、うん、あ、この辺だね、やっぱそこ一番強いの、300いった、300、嘘、触んなよ、触ってない、あの、来た400、来てじゃねえんだよ、450、この赤い鳥に近づくとちょっと強い、あ、500いった、あ、本当だ、いや、まあ神社だからさ、なんかやだね、まあ、ありえるっちゃありえけど、一回消します、ね、いや、そのままもうつけてるじゃないよ、ここでつけて戻って、ちょっと、でもさっきとは全然違うね、だその数値的にその100っていうのが強いのか弱いのかも分かんないから、お前調べとけ、お前なんで持ってきたんじゃんそこじゃんだって、これはもう地図あんじゃん、え、地図目の前、ああ、で今はここ、でお前が行きたいのはこの橋か、そうあれ、こうか、こう歩いてきたのか、あ、この中根碑ってあったよね、だからの裏、一回戻るしかない、うん、確かに階段のところに登りきったところに道あったもん、お前なんで言わねえなんで今だ、何なんだお前は、道あったあった、それだわ、ふざけんなよおめえ、なんでそれ途中に言われんの、ここにも道あるねえくらい言っとけよんじゃん、なんかあのお前独り言得意じゃん、うん、なんでその時だけ黙ってんのいや普段のように喋ってろ、心の声出しとけ、これフィールド30、うん、でも30とかほら40、50とか、ね、100とかほら100今、うん、170、なんで、うんね、今ここ上がっ、ここほら今300、うん、霊が通った時に上がるんだろうね、じゃあ感覚的には、左でを通り過ぎの、そう、ただその200ぐらいがどんな塩梅なのかだよね、さっき600まで行ったからな、そうそれはちょっとさすがに怖かったわ、だこの辺は曰くとか何も記載されてない場所だから、え、上がってきた、ほら、なんでだ、なんで、おい、このこれに近づいたっけ、なってきた、この遊具じゃん、おい、マジか、いんの、収まった、なんだろう、遊具関係ないね、じゃあね、あ、下がってくる、
これでしょさっきの。そうそう、これの裏って書いてあるんだけど、この裏か、まあ、あの戻るかだね、階段の。この道あんの？道があればそこで正解。おい、ちょっと待って、めっちゃ上がってきた。うわ、やばい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 、声聞こえた。ちょっと待って、怖えんだけど。あ、600行くじゃん。ここ、ここだ、ほら。でもやっぱ800いった。え、なんで800じゃん。900、うわ、1000いた。あ、ついに1000超えたよ。行ったよね、今1000。話すと減るんだね。ちょっと待て待て待て、ここもだ、ここも1000超えてる。なんか1000超えることはあんまないって書いてあったんだけど。ちょっと待ってよ。ちょっとやだ、なんか下げっと大丈夫、上に上げと、ほら上に上げと。え、この木じゃない？木、ちょっと一緒に行こう、一緒に行こう。木なのか。おいおいおい、あ、1200、おい1500、あ、1600、落ちてきた。なんか俺これ嫌いだな。しかもめっちゃザワザワする、あの数字。全然俺ら目的地に到達してなくて、これだからね。見て見て見て、木に近づけた。普通に1000超えちゃうんだよね。1500なんだけど、何なのこれ。何だろう。ちょっとこの周りちょっとバケタン行ってみたら。ああ、それこそこういう時。あ、やべえ。何本1000、今もっと上に上げてみ。うわ、やべやべやべ。あ、2000いった、2000、ほら。何それ、木だわ、木。3000いったもん、ほら。あ、木製じゃん。5000だもん今、5000、ほら。5400。めっちゃ大人ってる。それだけ出たらどうするまず。いや、なんか嫌なんだけど。いよいよって思うよ。今一瞬焦ったよね。今一瞬赤っぽい。なんだお前、ふざけんなマジで。もうバケタン捨てろマジで。それ木に反応すんじゃねえの。木だねこれ。ほら5000とか普通にいっちゃったもん。多分違う木でもなんじゃねえそれ。うん、なると思う。うん。てか初めて見たんですか、初めて使ってから今日。まあそうなの。俺らこれまだ2回目だからね。うん、あんな5とか10しかなんなかったのに。ラコソの席で木に近づけたけどなんなかったけどね。何それ、音が嫌だ。嫌だな、なんか猫の鳴き声みたいな。あ、その木にやってみたら。それでなったらもう確実だよ、木だよ。 あったわ。あった、上もっと、ほらほらほら、木だな。でもやっぱ5000はいかないね、さっきみたいな。あれ、いい木だったもん。木のさ、いい木。あの、太かったじゃん、木が。これ、おるよ。ちょっと待ってね。わかった、俺、意味。言っていい？うん。やり方教える？いや、多分ね、生木じゃないとなんないんじゃない？いや、でも鳥居の木関係ないよね。上に上げるとなるよ。見える？見て。どういうことだ？でも木にさ霊が集まるってのは昔から言うじゃん。そうなの？あるじゃん。うーん。だから それはワンチャンあっても俺。あ、橋ついたね。なんかもうトリフィールドの徹底検証みたいになってきてるね。ここでしょ？うん、ついたね。この橋ね、この橋に近づくと頭痛になるって言われてます。おいおいおい、え、待って、逆に嫌なんだけど、そう言われてるとこで上がり始めると嫌じゃん。いや、それは嫌だ。おい、めっちゃ上がってんじゃん。待って、やべえじゃん。なんかこの橋の上行くと関係ねえ、上とか下に向けるとか。なんだ、ん、こっちから聞こえたよな。待って、どうしたおー、なんだなんだなんだ、すごいことになったじゃない。今なった、ここ。うわ、やばやばお、なんだ、おい、今見た数字17000。え、お前9999じゃねえかったの。関係ないね。17000って、17000いった。え、なにこれ。え、これいくよ。うん、これ金属に反応するとかじゃねえ。しかもちょっとバグったもん、さっき。違う、いや違うね。何？こっちは？おい、言わねえ。おい、なんで？おい、なんかタイミングなのかな。
見てここ。あ、下道路だからね。でもこれ実できねえよここは。でこれを超えると、うん、その言ってた長い遊具みたいな、があるんで、その周りで昇進した、その奥で。こっちか、あんた。これじゃね？そうだよ。そのでっかい遊具。ちょっと待って、頭痛い。え？さっきなんかここがどの頃っすよ。橋に近づくと頭痛になる。うん、今ちょっと頭痛い。なんだこれ。多分トリフィールドで遊びすぎたんで。いや関係ねえだろ。こんな頭痛くなる。でこの遊具の奥、奥で昇進があったらしいんで。こっちか。ここなんか雰囲気すげえくない？しかもなんかここだけちょっと離れてるしね。何このメルヘン。ウェルカムって書いてあるけど、そこから入ってこいってことなの？そうだね。でも確かに遊具は結構幽霊がいる。うん、あの子供の霊とか集まるっていうかね。アスレチックの方もそうだし、例えば今肉眼で分かんなくても後から映像であそこに見えましたよとかコメントめっちゃありそう。ああ、なぜなぜそこでなる。でこの広場の周りの多分木だと思うんだよね。1500の男。何も、何もガッツンみたいな、うん、この遊具の上の方から聞こえたけど。そうだな、何も、まあ、一応でもこの遊具自体は岩国には関係ないんだけど、うん、その周り、うん、おいすげえ音鳴ってるぞ。誰かいる？いるわけねえだろ。だからそれやめろ。絶対にありえねえんだから。誰かいねえじゃん。だって見てよ。いる？ここに。今のはやばいぞ。ガッツンっつって。ちょっと待て待て待て、どんぐりだ。ほら見える？じゃあ俺正直ね、今のはリアルになんかちょっと怖かったよ、すごく。2回目が、あ、1回目はなんだぐらいだったんだけど、なんか俺らに反応してるような感じの音が鳴ったよ。まあこの下とか見ればね。うん、こっちだね。何がこっちだね。音したもん。またこの木の方からこうやってやってたら子供が出てきたらどうする。マジで俺ひっくり返ってたもん。発狂で。おお、何？びっくりした。何何？この手形はビビるでしょ。おい、なんだこれ。これちょっとビビるでしょ。おい、これなんだ。この流れはビビるでしょ。おい、なんだそれ。これ何？ちょっと待ってよ。これ何？え、これ書いてあるやつ？いや、多分本当に触れたんだと思う。本当に？キュッてなったよ、みたいな。なったよ、キュッて。お前の反応の後にこれ見えちゃったの。おい、なんだ。おい、ちょっと待って、俺に近づけ、ずっと。今そこ、白いなんか見えたんだけど。そうそうそう、ね、光の影かな思ったんだけど違うぞ多分。その辺。おい、なんだここ。やっぱ遊具ってやべえの。やべえよ絶対。ここさ、ここやべえぞ。暗く、暗い。ここだけ、あっちめっちゃ明るかった。ちょっと戻ろ戻ろ。こっちこっち一旦。こっちの広場の周りで、まあ首吊りね。ああ、してそうな木じゃんこれ。ただもうそういう木があったとしても伐採されちゃったりするから。うん、でもこの辺の木はなんか怪しいよな。てか俺ぶっちゃけさ、遊具でなんかあった可能性もあるよ。昇進の噂があるからね、この遊具の裏って。今んとこ？そうだよ、この遊具の奥っていう書いてあるから。うん、虫。あ、虫か。だから場所が分かんないんだよ。でもこの周辺は確実なわけ。おい、ちょっと待て、聞こえた今ピーって。ピーピーみたいな。今日のこと今の自分の声でかぶる。こっち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 。やっぱこっちなんだ。おい、ちょっと行って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 。じゃあお前こっちに立って。ほら聞こえた。ほら聞こえたべ。高いね。俺の一回取ってこの辺やべえんだけど。顔がズバッと入ってるの。もうダメマジで。ここやばくない？で俺ちょっとさ、今情報量が多すぎて何を伝えていいか分かんないんだけど、うん、そこさ後ろ見て、あれってさ、木切られた跡じゃないよね。伐採された木じゃない？違う？いや、そうだね。でも結構時間経ってる、これは。あー、古い。古いな。ここなんか、おい、なん、ん？聞こえた？ちょっと待って、聞こえてるよな。え、こっちで。後ろで。口笛見たら聞こえない？え？ちょっとわかんないな。情報量多すぎるよ、今。これが一番物語ってんだよ。
見てる、わかる。ここやばい、ここやばい、ここやばい。おちょっと最終回かも。これ、これ見えたら終わりだよ、もう。ここちょっと離れた方がいいな、うん、行こう、行こう、行こう。ちょっとダメだ、ここ遊具の裏を通ってさ。いや、お前マジで言ってる。その昇進寺さんの場所がどの辺なのか知りたいから。うわ、俺もう正面を通ったから。ぶっちゃけ言っていい、俺だからもう、うん、そのスタンスで入れねえ、今。久々じゃね、こんなの。いやここまであったのある、俺ら今まで。いや、なかなかないんじゃない。なかなかないよ、これ。大丈夫か。あ、こっちでいいよ、こっちから。大丈夫か、これ。もうここまで来たらやっぱゴーストハンター的な感じがね。お前頼む、お前だけにしてくれ。本当に無理なんだけど。やっぱ現象が足跡ない、これ。俺らっすね、全部俺らか。なんかいろんな音が入り混じっちゃってて、なんか、うん、しかももう恐怖感植え付けだっちから今ダメ。どうしたの。いや、もう確信がねえこと言わねえ方がいいんだけど。いや、マジで。なんだ今の。お前動いた今。なんかこの辺で動いたよ。今動いたよな、うん、おい、なんだ今動いたよな。動いたと思うよ。この辺だぞ今、ちょうど。なんだ、え、もう動いたよね。うん、ちょっと行こう行こう。これ無理だ俺。ごめんだけど、もうここら辺でしょ。うん、奥っつってもこれ裏だけど、この辺しかないもんね。バケダンかすみ。じゃあお前やってみ、バケダン。挑戦だな。ちょっと逆にやってよかったわ。ちょっと落ち着いた。ちょっと気持ち楽になった。もう一回これやる。え、そこでやった。え、ありがとう、ありがとう、バケタン。どうでした今日は。なんかやばいっていうより違和感がすごかった、いろいろと。お前がさっき言った情報が多すぎると、いろんなとこからいろんなことが起きる。最初ぶっちゃけここ舐めてたんで、まあ二度と来ないだろうランキングトップ3に入ったんだ。これはちょっと、これ一人絶対来れねえ。まあね、うん、ここ無理だな。ここ来たらわかるよな。そう、なんか嫌な感じがする。ここは来ちゃダメだもん、夜多分。でも昼間でも多分なんか起きるかもしれない。なんかね、ここはなんか気持ち悪い。ここしかもこんな隅っこの方にあってね、うん。はい、じゃあボルテージは。いや、もうここは100ですよ。あのリアルな数字での100。あ、リアルな100ね。久々に怖い。でこういうところでマックス出したの初めてかも。うーん、福島県いわき市松ヶ丘公園、はい、肝試しをねしたい人がいたら2人くらいで来るとちょうどいいのかも、ね、手形が一番怖かったです。びっくりしました、本当に。怖かったです。ということで、こんな感じで次の動画はきっとねこちら。ここでどうなったの。いや、でも展望台で多分首吊りなんですよ。お守りあるよ。なんだこれ、なんだこれ、なんだあれ。この帽子くせえから早く外してくれ。今なんか聞こえなかった。ちょっと違うし、やめた方がいい。何ほら、今聞こえた言葉。何、わかんねえけど、どこの展望台かわかんねえけど、めっちゃ声がった今の俺。